ち村五郎は、日本の映画学者、牧師である。名は、中清郷号は、剣道、小木曽三人。別名は、木曽五郎。千八1835年から1838年の間に、美濃国二群くくり村の旗本領主、ち村ら雷宮の孫として生まれる。名古屋に出て、伊藤圭介に指示し、 田中義夫、柳川春蔵らと共に、蘭学、英学を学んだ。1860年、幕府の番書調べ書の英学区東京受出役に任命され、私文、蘭学を研究した。1864年、外国武行主不横も辞任型出役に命じられ、改正書を辞する。性格は頑固で固い字な面があった。乗馬を好んでいた。 終わり本蔵学の研究団体、かつて百社の同人であった。明治維新後は、都南藩の洋学書で英語を教え、後に、英学塾教和社を開いた。この頃の文下生に、イブカカジノスケ、鈴木ケイロクラがいる。1872年、アメリカ合衆国のシカゴに留学したが翌年に、病気のため帰国。1874年に、カラゾルス宣教師から洗礼を受ける。 東京第一長老協会の長老になった。また、後には美広市協会の牧師になり、日本橋五副町の講義書の牧師をした。1884年には、ハイデルベルク教理問答の翻訳である、非五会徳山問答を発行する。その後、再都米するが、帰国後中部になり、東京で死去した。没年は、明治20年とするものや、 1891年8月31日の記録に基礎五郎の名前が記されているものもある。ありがとうございます。